ここ最近の騒動についてお話をしていこうと思います。この度の問題は私の著作物に関する認識の甘さが原因です。大変申し訳ございませんでした。著作者の方の権利を侵害してしまったことを心より反省しております。本当に申し訳ございませんでした。すべてのファイルは削除しております。 またいつも助けていただいている多くの方々にも大変迷惑をおかけしました申し訳ございません何よりいつも応援していただいているファンの方々をこのような形で裏切ってしまい本当に申し訳ございませんでした今後の活動に関しては停止や休止引退などいろいろ考えてみたんですがファンの方々の温かいコメントがありそちらの方に答えるべく 一実況者として自身の活動に集中していいいきたいと思います。動画に関しては1ヶ月間全ての動画の広告を外しより多くのファンの方に見ていただけるよう活動していきたいと思いますこの度は本当に申し訳ございませんでした